ご視聴いただいている皆様、こんにちは。米活チャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、座学のお時間です。本日皆さんと勉強する内容は、パンはなぜ膨らむのかについてね、お話ししていきたいと思います。パンをね、家で焼かれる方とか、普段ねパンを食べられる方もね、何気なく食べておられると思うんです。ですが、パンってね、なんでああいう風にふっくらとね膨れるんでしょうか。それをね理解してね、パンを食べてる方はねあまりおられないと思いますし、実際ねパンを作られてる方でもお分かりの方もね少ないと思うんです。ですので、この機会にですね、皆さん学んでみませんか。そうすると、自家製パンを作ってる時に、あ、こういうことが起きてることによってこういう風に膨れてるんだっていう風にね、知識になります。そうするとね、製パンもね楽しくなると思いますので、この機会に楽しんで学んでいきましょう。まずパンっていうのは、人の手だったりいろいろなね工程を介してどんどん成長していって膨れていきますよね。そしてその工程の間には、発酵だったりパンチっていう作業があります。それによって生地をですね、強化していくことによって、徐々に大きくしていきます。一気に生地っていうのは大きくならないです。いろんな工程を挟むことによって、順番に徐々に段階を踏んで生地を育てていきます。よくこのですね、パンが膨れるっていうことの説明に使われるのがゴム風船になります。ゴム風船のベースとなるところが生地になっておりまして、中に入れるこの空気っていうのが発酵によってできる炭酸ガスになります。ですので、このゴム風船っていうところをベースとしてお話ししていけたらと思います。炭酸ガスっていうのは、パン生地にね添加したイーストのアルコール発酵のことを言います。アルコール発酵っていうのは、イーストがですね、栄養源であるブドウ糖を吸収してグワーって活動するんですね。それによって炭酸ガス、そしてエタノール、この2つが生まれるんですね。この化学反応のことをアルコール発酵と言います。ですので、炭酸ガスっていうのは、イーストが活動することによって排出するガスになるんですね。こちらは無味無臭になります。これがパン生地を膨らます核となります。そしてもう一つのエタノールはですね、パンに風味を与えます。そして酵母がですね、活動する際にエネルギーっていうのも発生します。このエネルギーでパンの生地の温度っていうのは上がっていきます。それによって発酵を促して、よりですね、発酵活動をスムーズに進めるのを自分自ら行っているっていうのも発酵活動の一つになります。そして次がグルテンの形成になります。グルテンっていうのは、小麦がね持ってるタンパク質、グルテニンとグリアジンっていうものが水が入ることによってつながり形成されます。それがグルテンっていうものになります。このグルテンがゴム風船でいうゴムの部分になります。これによって吹き込む息ですね、パンで言えば炭酸ガスをですね、しっかりと抱え込むことができます。これがないと、いくら酵母が活動して炭酸ガスをたくさん出しても、それをね、とどめるところがなければどんどん抜けていきますよね。ですので、小麦粉以外の、例えばライ麦だったりグルテンを作らないパンっていうのは、そのガスをとどめておく、いわゆる風船のゴムの部分がないんでね、どんどん抜けていくんですよ。そうすると、いくらね発酵活動をしてもパンっていうのは膨らまないんですよね。そしてこのグルテンっていうのは、パンをこねたり時間を置いたり、あとはねパンチを繰り返すことによってどんどんつなげていきます。それによってしっかりですね、グルテンが強化され、その網の中に炭酸ガスがしっかり抱え込まれて、最終的にそれがですね、膨れてボリュームのあるパンに仕上がります。そのグルテンを作る際に重要なのがタンパク量になります。タンパク量が多ければ多いほど、グルテンっていう膜は緻密に作ることができます。ですが、タンパク量が少ないパンほど、グルテンのつながりっていうのは弱くなります。ですので、しっかりですね、きめの細かいパンを作ろうと思えば、やはりタンパク量の多い小麦粉になりますし、逆に粗めに、こう、サクみのあるパンを作ろうと思えば、タンパク量がやや少なめになります。これが強力粉だったり、準強力の違いになりますよね。小麦粉のお話はね、別の動画でしております。よろしければ概要欄にリンクを貼っておきますので、ご確認いただけますと幸いです。そういった観点からパンっていうのは膨れます。酵母の発酵、そして発酵によって生まれる炭酸ガス、それをしっかりですね、抱え込むことができるグルテン、この2つがあってパンっていうのは膨れます。これの片方が欠けたら、もちろん膨れないですよね。ということで、本日はパンはなぜ膨らむのか、そのね説明をさせていただきました。今回説明させていただいたのはベースとなる知識になります。もちろんこれ以上にですね、しっかり深掘りできればたくさんの知識がもちろん別にあります。ですが、まずはこういったねベースから理解していただいて、今後のですね自家製パンに役立てていただいて、こういうことがあるから、例えば炭酸ガスがあるから、
グルテンがあるからパンが膨れるんだっていうのをまずは覚えていただけますと、それだけでもね、普段とは違った見え方ができます。ですのでこの知識をですね、ぜひ覚えていただいて、日々のね、自家製パンライフをより充実したパンライフにしていただけますと幸いでございます。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このチャンネルではパンのレシピ、それとこういったね、パンの技術、そしてね、講義、そしてパンの知識っていうのをですね、一緒に学んでいければと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいませ。じゃあね、バイバイ。